本名先生、はい、本当にお忙しいのにありがとうございます。今日は本当にこのイザナギ神宮というのは日本の最初の、ね、国の海の神話のもう頂点のところですよね。しかも日本の有数の有名な神社の要となってるんですね。その辺をちょっとお話を、いわゆる伊勢神宮からこう津田先生とかちょっとお話いけたら お聞かせいただいたら、まあ今から千四五百年前の方々が残したいろんな記録があります、はい、そういうのを総合的に考えるとイザナギの神様がおそらく九州方面からここへお戻りになられて、そしてここで余生を過ごされて、でここで終焉を迎えられて、その神様を埋葬をして、この神社が成立したというふうに伝えているんですけれども、まあ、残念なことに何年前と確定的なことは申し上げられないですけれども、神武天皇様から数えれば6代前の神様ですから、そういうふうに思うと、まあ、アバウトで3000年ほど前かなという、ね、年代が出てくるわけですから、そういう、まあ、時代にですね、この地が選ばれて、そして後にですね天照大神様をお祭りするお伊勢様がおよそそれから1000年ぐらい前に、今から2000年ぐらい前に今伊勢の地に成立をするわけですけど、はい、ここがですね全く同緯度横並びなら直線になってるんですね。ですから太陽の出るところと沈むところで、このイザナギの神様は太陽の沈むご神格、火の若宮というご神格を叩いておりますので、夕日の神様であり男性であり年配を重ねたお御霊であると、それに対して天照様はですね姫神様でありますから、女性の神様でありで、はつらつとしたお若い御霊であり本当対比した、そういう形で伊勢が成立する。これさ誠にまあ当時の人がどういう考えでそうしたかは分かりませんけれども、まあぴったりそういう関係ができている。そしてさらに時代が下って日本の最初の都ができたのは奈良の飛鳥の宮です、はい、飛鳥の宮はそのイドラインの真ん中なんです。ああそれもつながってるんですね。まあ、そういうことからして、まあ、この地域では古い時代から、まあ、東にお伊勢様をいただき、そのお伊勢様の神様は、ご皇室の祖先神であり、この神様の姫神様であるという、このことを大事にして祈りの文化がつながったんですね。で、それをもとにしていろいろ、まあ、太陽の神様ですから、で太陽の運行を調べてみますと、夏至の日には、諏訪から日が昇り、そして、出雲の地に日が沈むとかね、からそれが一致するわけですね。で冬至の日には那智の滝から日が昇って、そして九州の高千穂の峰に沈むとか、そんなことが分かってくる。それでお伊勢様の反対はどこかっていうと対馬の国の渡墨神社、それから向こうは 東シナ海ですよね。お伊勢様もあれから向こうは太平洋ですから、そういうような位置関係のところにですね大切な関係のある神々様がいらっしゃる。その真ん中の中央がここで中央の一番大切なところに存在するで、北緯34度23分23分27秒かの力ですから、ずれてますから逆はまた神ではないんですよね。ああこちらで出雲に日が沈むけど、その日の日の出がこちらから上がるんではないわけですよね。ああずれてますから。この辺のことがねすごいことだと思うんですよね。ああその古代にね、それが分かってたということが、そう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 、
そういうこうな科学性に基づいたそのね位置関係が見えてきますとね、我々の祖先たちがどういう知恵を持ってね、うん、そしてその大自然の運行とこうマッチさせながら、こう大自然の中で生かし生かされているというそういう気持ちをですね非常に強く持ってたんじゃないかと思う。そんなことをね大事にしたいと思いますしね、はい、いや本当に大事なことですね、はい、これから若い方々にどんどん知ってもらいたいことですね。世界中の方々にも、うん、そういう日本の精神というのを、うん、知っていただきたいと思いますよね、うん、でその大地が生まれるのもその神々様の愛の結晶であって大地が生まれる、大自然も生まれるというふうに日本人は解釈をしてきたという、うんうん、そうですね、その辺の解釈の仕方というのが今のようにね、まあ、平和を尊び、そしてまた対立することではなくって協調することの文化というものをね、私は日本人が育んできて、で後にですね、仏教の文化も道教も儒教もそしてキリスト教の文化も入ってくるけれども、それを見事にこう受け入れてね、私でさえクリスマスにケーキをいただいてこういう文化っていうのはね、私で世界中にないと思うんですよ。そう、いや本当にそうですよね、そういう精神を、まあ、あれも当時と関わるんでしょうけれども、クリスマスがあって、はい、除夜の鐘聞いて、初詣に行って、いや本当ですよね、それがね許される国はね、まあ、私は日本しかないかなと思って、このことをね大事にしたいと思うんですね、はいはい、今日本当にお忙しい中、本先生ありがとうございます。本当によろしくお願いします。ありがとうございます。